どうもこんにちは、日本のディフェンダー、リポートの中澤優です、今回はですね、この日産スタジアムの、関係者入り口から、ピッチまでの動線をですねリポートしたいと思います。ここにこうバスグーッと入ってるわけなんですけれども、入っていくとですね、前にこうスタジアム、グランドが見えまして、隅のあたりこうサポーターの皆さんがねこう選手のバスを待っていると、こうハイタッチとかちょっとこうねサポーターの皆さんにみたいな感じでね、本当はね嬉しいんですよ、嬉しいんですけども、ちょっとシャイだったんでちょっとこう顔かしながら行く感じだったんですけど、そんなところで佐々木さん、あのトレーナーの佐々木さんです。僕のあの膝とかね怪我を一緒に直してくれたマリノスの山崎慎君ですね。慎君すいません、ちょっと YouTube なんでじゃなかったっすね。いや全然いいですよ、それがもう YouTube のいいところだと思いますんで。ここがアップ場ですね。今ちょっとあのマリノスさんのあのちょっと治療部屋になってますけど、こう試合前のアップ場ですね。でこっちがこうロッカールームですね。ロッカールームこう入ってるわけです。もうこう入ってくると選手はね、よし試合だぞっていう感じになりますよね。で入ってきまして、でここのスペースで、テーピングを巻いたりとか、トレーナーの方々に体をケアしてもらえる空間ですね、こちら。僕のロッカーは、あの、周りのそのエンブレムの横側の、ちょっと行きますね。ここなんですよ。ここが僕のポジションです。ここ。ここです。ここ。番号で言うと5なんですけど、5って書いてみるかな。5。5って書いてあるんですよ。本来ならば22番のロッカーに座るでしょって思うんですけども、人よりも荷物がいっぱいあるんで、あのスペースがないとダメなんですよ。スパイクも人の 何倍も持ってきて試合に合わせるので、みんなが多分2足とか1足2足でやるところ、僕本当に10足とか試合によって履き替えるんで、スパイクをここにバーッと並べたりとかして、でここ僕をこう座って、試合に向けてのこう準備をする。ロッカールームがこうあってですね、ここにちょっと鍵がついた、ちょっとボックスのね、あるんですけど、自分の私物だったりとか、シャンプーとかね、化粧水とか、その、あの、日用品とかをちょっと、開いちゃったな。開いちゃいましたね。チアゴ選手でーす。マサメレーザー。いいボス。大丈夫。大丈夫。ちょっと疲れた。お疲れ様でした。お疲れ様です。チアゴ選手が律儀にあの挨拶をして帰っていきました。僕が思うに多分 J リーグでナンバーワンのセンターバックですよね。やっぱりそのスピード、足が速いっていうね、身体能力の高さもそうですし、技術の高さ。僕はチアゴ選手がやっぱりそのセンターバックとして、裏からね、チームを支えた結果、僕は昨年度のマリノスの優勝があったかなと思いますよね。じゃあ、ちょっとシャワールームなんですけれども、僕はもう試合前に、シャワーを浴びる派なんで、シャワーを浴びて、スイッチを入れたいっていう選手も多分いると思うんですよ。よし、ここが試合だぞと。で、ちょっとこうね、体を起こすっていう意味も含めて、シャワーを浴びる選手も多いのかなと。入って左側の一番ここですね。このシャワーを、基本を僕使います。別にそこで試合に勝ったからここを使っているわけではないんですけれども、なんとなくなんか自分の中でルーティーンが自然とできてしまったので、現役の間は基本的にはここを、このシャワールームをね、この場所をよく使ってましたね。こっちがですね、湯船になってるんですね。お湯が張ってるときはここでね、みんなで湯に使って、試合後なんかはね、ここに使いながら、その試合ね、今日の試合について、負けた日はやっぱり、ここが良くなかったよねとか、こうすれば良かったよねって反省をこの湯船でしたりとか。やっぱりここのシャワールームにやっぱ長くいるプレイヤーっていうのは、キーパーだったりとか、ディフェンダーだったりとか、結構こう、守備の人が多かったかなっていうイメージありますよね。結構フォワードの選手っていうのは、もうさっと来て、さっと帰っちゃうんでね。もう次に向けて結構切り替える選手も多かったんですけども、次の、試合に向けての、やはり、より良くチームがなるための、本当に大事なこうコミュニケーションの場ですよね、ここは。で、実際試合にね、行くとき選手の目線がどんなものかっていうのをちょっとね、これから行きたいなと思います。
ロッカールームでエンジンを組んで、よっしゃ行くぞってなって、で、ここに、控えの選手だったりとか、ベンチからちょっとね、入れなかった選手とか、スタッフとかがここにいて、僕の時はこう、ハイタッチをしながら、こういうふうに、ね、ハイタッチで行くよし、頑張れよって、頑張れよって言いながら、こうね、ハイタッチしながら、こう、行くっていうのが、とマリノスの伝統だったんで、まあ、こういうタッチをしながらっていう感じですね。ロッカー出まして、まあ、こっちに行くんですけども、ここ通ってきて、気づいたんですけど、これです。開けたらですね、もう、ヒエヒエに凍ったアクエリと水があるんです。僕の時なかったんですよ。やっぱり僕が引退したことによって、日産スタジアムのいろんなところのバージョンがアップされます。すごいわ。これ嬉しいですよ、選手は。やっぱり、常温で飲むことも大事なんですけども、おそらくこれで体を冷やしたりとかね、首の後ろ冷やしたりとか、その体を冷やす、まあそのね、体温調節でもちょっと使えますし、これね、冷やした状態で、まあ、車に乗って、で、溶けた状態で飲むこともできますから、非常に考えられてますし、羨ましいですね、今の選手たちは。ここから少しずつこのストレートこのあるんですけども、ストレートで少しずつこう気持ちを高める。後ろの方からサポーターがもうマリノスのために一生懸命声を出して応援してくれると、で試合をすごく盛り上げてくれて、すごくいい雰囲気をね作ってくれているので、まあ、その声を聞きつつもこう歩きながら自分の中で気持ちを作って、こう早い時ですと相手チームがまだ来てないので、ここにこうマリノスの選手だけが並んでたりとか、ここでこう子供たちと手をつなぎながらこの階段を登るわけですね。これを登っていくと、で少しずつこう気持ちを作りつつ作りつつここを登っていくと、でこの辺でね、こうね、サポーターとかが見えるんですけどね、ファンの方とか見えるんですけども、僕は基本的にまだこう周りを見ないままずっとこうここを歩くわけですね。まあこれでこうサポーターの声とかも聞こえるんですけど、僕はあまりそこはこう自分の中で反応ない状態で無の状態で来まして、グラウンドに入って振り向いて初めて自分の中でこういろんなものを感じ取るみたいなのが現役の時の僕だったかなと思います。だいたいホーム側のメインスタンド、この辺もサポーターいっぱいいるんで、この辺手振ったりとかして、あ、まあ、今回はですね、バス降りてから、まあ、選手がこうロッカー入るってロッカーを出てこうピッチに上がるまでの、まあ、動線を、まあ、紹介しました。以上、チャンネル登録よろしくお願いします。日本のディフェンダーリポートはセンターバック中田裕二でした。